僕らは政権を任せてもらっても大丈夫ですよと。監視だけだったら共産党でいいのかっていうことで言うと、どの観点で監視するのかっていうのが、共産党さんの掲げる共産主義の観点で監視をするということと、僕らは今の民主主義の前提で自民党のやってることを監視するので、やっぱり監視のポイントって違うんで、もう一つは立憲民主党っていうのはかなり政権を狙う現実政党、エネルギーの問題も原子力発電所ゼロにしていきたいとは言ってるんだけど、かといって急に止めるっていうことが現実的だと思わないので、そこはまず他のエネルギーを増やさなきゃいけないし、でも将来的にちゃんと原子力に依存しない国を作りますよということを示していくのが立憲民主党なので、その上で僕らは絶対存在意義があると思ってます。